前略一金一万円なり同封しましたのでご入納ください。17日発送のつもりでしたが遅れました。授業料はもう少し後に送ります。送ることは間違いなく送ります。ただ少し遅れるだけ。締め切りは確か10月いっぱいのはずだからそれには間に合わせます。元気でやるように。9月20日父。本格的な寒さがやってきたが元気で勉学のことと思う。山形では12日ついに初雪がやってきて13、4日とひどく冷え込んでしまった。やっと今日あたり落ち着いてきたがしかし朝夕はストーブなしでは済まされない季節になってしまった。一金1万円同封した。父の俸給がベースアップしたらお前たちにもそうしたいと母は言っているがまだ議会が通ってないので従来通りだ。今年の正月はどうするつもりか。寒い山形に帰っても仕方がないと言ってしまえばそれまでだが骨休みに帰省もたまには良いだろう。連絡してもらった方が良い。元気で頑張るように。11月11日父。お元気にて勉学のことと思う。山形は17日から雪でまだ積もった雪が消えないで寒い毎日だ。この雪の中朝5時妹が帰ってきた。帰省の汽車が混んで昨夜着くはずの東京発の列車に乗れなかったようだ。まだ寝ているのでよく聞きもしないが帰省もなかなかと大変のようだ。同級会を開くとかで案内が来ていたが家に忘れてきたので同封できなかった。この正月は帰るつもりか予定を知らせてほしいと思う。弟も今年は高校受験だが付属中学も格が下がって合格率もぐっと悪く弟も下から男で10番くらいだが南高も難しいようだ。妹に早く帰ってもらって見てもらうことにしたが父が見てやったのではあまりできないので喧嘩になるしまた父の時代と異なるので英語と数学くらいしか見てやれない。英語と数学はやっと平均以上であとはダメで特に技術や美術は100点満点で20点台しか取れない。それで学校の〇〇先生に見てもらうことにした。しかし泥縄かもしれない。今日はこれだけ。12月20日父。生活費1万円同封した。一金1万1000円同封送金した。これはこの12月、父の俸給がベースアップしたので
お前たちの生活費も1000円ずつ上げることにしたのだ。もちろんこれでは少ないのだけれども我慢してもらいたい。弟も今年は高校受験で、この正月妹に来てもらって見てもらった。昨日予備校の模擬試験があって、その成績が届いた。総点428点。この点は中央校だと25番以内だが、南校だと30点ほど足りないようだ。本人は南校を目指してやっているのだが、なかなか難しいようだ。弟が大学の時は、今お前たち二人にかけているお金を一人にかけられるから、私立大学に入学させられるし、それも入学できるところに入るので、大学に注文つけるようなことはできない。せめて高校だけは希望の学校に入れてやりたいと思っているが、しかし難しいようで、1年浪人してもという気にはないようだし、母も浪人は好まないようで迷っている。父は本人次第だと思っているのだが、山形の間はすごく寒い。昨日も道路が凍って滑って困った。今日はこれで失礼するが、元気で勉学するよう。1月18日、父。